And evening came already on a Sunday, because we don't get to do anything on a Sunday. I guess. ちょっと紹介したいやつがいるんだ。おい、まだか。純平、なんであんたがここに？紹介ってまさか。2年F組の伊織純平だ。今日からここに住む。どうもっす。 今日から住むって嘘。何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけた。目覚めてまだ間もないようだが、彼にも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるってそれ本当なの？俺夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。 正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで、恥ずかしい。でもまあ、なんつうか、最初のうちは仕方ないんだってさ。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たち、そういうの知ってた？ Didn't happen to me. So nope. But I'll just go along and say, ならいいんだけどさ。ま、これ、ペルソナ使いの常識だから。 けどさ、正直言うと驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。でも、知ってる顔がいてよかったよ。一人じゃ不安だったしな。ま、お前らも俺っちが仲間になって、本当のとこ嬉しいだろ？え？まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。よし。 大体戦力が整ってきた。これで始められそうだ。お、早速なんか始まるんすか？なんかワクワクするっす。これだけ頭数が揃えば、あの場所に挑める。あの場所ってタルタロスですよね。タル？なんすか？それ。 掛け時間の謎を解く鍵がある場所だ。恐れるな。謎を解く鍵か。明日の夜、理事長から詳しい説明がある。そのつもりで準備しておいてくれ。And so the next day came. Still no freedom. Blah blah blah. Morning assembly tomorrow. Blah blah blah. Moving on with that guy. ちょっといいか。ちょっと。今日帰ったらラウンジに集合してた。全員に伝えることだ。お、例の話っすね。詳しい説明はその時に。じゃあ伝えたぞ。 私たちと違って忙しいんでしょ。生徒会とかそういうのでさ。あ、あれ、ゆかりっちって、キリ嬢先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。
decided to go, you tried to go back home early today. You decided to go home early with Junpei. Here we are again. War social links appear. That one dude. He walked home with Junpei, talking and laughing at each other's inappropriate jokes. よし、全員来たようだね。ちょっと聞いてほしい。What? 我々の要するペルソナ使いは、長い間、キリジョー君と真田君の二人だけだった。けど、最近トントン拍子に仲間が増えて、今や五人にまで増えてる。そこでだ。今夜0時から、いよいよタルタラスの探索を始めようと思う。昨日も聞いたんすけど、タルなんとかってそれなんすか？タルタロスよ。てか順平あれマジ見たことないの？はて。見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは行ってみればシャドウの巣だからな。おお、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか。明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが探索は無理だ。分かってるさ。まあ帰りさえしなければ真田君抜きでも大丈夫だろう。シャドウを相手にしていく以上タルタロスの探索は避けて通れないからね。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか。僕はここに残るよ。どうせほらペルソナ出せないしさ。どういうことっすか。ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら、0時になるぞ。ダダダン。Erection go!影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか。ああ。きっといろいろあるんでしょう、事情が。いいじゃん別に。知らなくたって私たちは戦えるわけだし。
わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミスルにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろう。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものかな。秋彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。 I think Mitsuru's hair looks black on that picture. On my TV it looks like her hair's black, which is weird. It's way too damn dark. And now it's starting to show some lighting on her hair. Oh, 中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。え、新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。つまり先輩たちはもともと来られないと。そういうことだ。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺俺。 Gosh, so loud。 お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないっしょ。あのね、彼はもう実戦経験者なの。え？マジ？確かにそれもあるな。選んだ理由はもっと簡単だ。順平、それに竹馬もだな。ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんす。Yeah, of course I can. I don't want you to shoot your head in right now, because that may be for your gun. 私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。You see a strange door. Huh?You use the velvet key and try to take a piss while people think pretending to take a piss so people wouldn't realize what you're really doing. Bleh! お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですが。今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。Excuse me? ご自身の力の性質というものをね。About that door.